これがフォワーダーで、俺的にはめちゃめちゃ大ヒットの乗り物だね、これ。ちゃんとギュッとこうつまむんじゃなくてしっかり掴んだ方がいい。あれしっかり掴む。掴みどころがないときはガバッと掴んでバラバラっとすれば。この2本掴んでみよう。これこの辺にきつい入れて見にくいかもから。うん、多分その荷台の角とアームの四角で多分見づらいと思うんですよ、はい、ちょっと待ってくださいね。で、材が、なるべく天秤で、こうなったり、こうなったりせんような場所を掴んだ方がいいかもしれないです。玉掛けと一緒だから。玉掛けのポーズやったか。やってないです。やってない。はい。だからバランスがいいところを掴む。はい。アウトフォームも大事。はい。スルッといけちょっと面倒くさいけど回して向き変えて。もういいか。先っちょ反対にして、それを向き、株を前、自分の方回す旋回ぐるっと、ほらおう、ゆっくり回さなきゃと。はい、そのまんまこう。微妙なこう、タッチがな。そうですね。
結構レバーの遊びないんですよね。そう、遊びがないんで。そこ聞いちゃう。怖いな。もうこれ、ちゃんとレバーを入れとかないと、キュッ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 、どっち行くかわからないんですよね。